おぼろのことを知ってるのですか？お姉ちゃんは世界で一番強くて美しく優しい人なんです。お姉ちゃんのこと、おぼろのことを知ってるのですか？こうして二人っきりになるのってちょっと恥ずかしいけど、とても嬉しいです。指揮官様、私を見てください。私はあなたの睦月ですよ。私の能力が暴走すると危険なので、一族のみんなは私を屋敷に閉じ込めています。私の周りには機械のメイドしかいません。外のことって面白いですね。もう少し私に外のことを教えてくれませんか？私の呪いを解くためにお姉ちゃんはクオンと一緒に世界を旅しています。でも私は本当は体のことなんてどうでもよくて、お姉ちゃんがそばにいてくれればそれで十分なんです。あなたの心は私だけのものです。他の誰にも渡しません。たとえお姉ちゃんにでもです。私が一番嫌いな人は私自身です。私の存在はお姉ちゃんの負担でしかありません。もし私がいなければお姉ちゃんはもっと自由に生きていけるでしょう。でも私は死ぬのが怖いんです。死んだらもうお姉ちゃんに会えないのが嫌なんです。あなたと出会えたのは本当に幸せです。いつもお姉ちゃんに迷惑ばっかりかけている私ですが、少しでもあなたのお役に立てれば嬉しいです。私のこと怖くないのですか？私が念じればあなたなんてすぐに殺せます。それでも怖くないのですか？あなたってとても優しいお方なんですね。映像で草原や海、森なんかを見たことがあります。綺麗ですよね。いつか行ってみたいです。クオンはうちの家来というよりお友達って感じです。外のことって面白いです。君もじきに死ぬのでしょ？嬉しい。やっと会いに来てくれましたね。私寂しかったんです。あなたの一部を切り落としてずっとそばに置いておきたいくらい。なんて冗談ですよ。大丈夫です。心配しないでください。お願いだから死んで。死という甘美な果実を君に捧げるわ。優しくしないでください。優しくされると好きになってしまいます。私、好きになった人が他の人に奪われるなんて耐えられません。奪われるくらいならその人をこの世から消し去ってしまう方がマシです。指揮官様がそばにいてくれれば私は無敵です。お姉ちゃん。
私のすべてはあなたのもの、あなたのすべては私のもの。もし私に嘘をついたり、他の女の子に目移りなんてしたら、体が持たないよ。大丈夫です。私はこのままで大丈夫です。指揮官様、安心してください。私たちを邪魔する虫けらは全部私が始末します。ちょっとだけでも力になれたのなら。どうかしましたか？あなたは私がお守りいたします。たとえこの呪われた力を使ってでも、あなたを誰にも傷つけさせはしません。私のすべて、すべては指揮官様のために。